まもなく広沢湿原、まあ広沢田代ですね、に出ると思います。あの小高い山の上が熊沢田代ということになりますね。はあ、湿原っぽくなってきました。風が冷たい。はあ、風が気持ちいい。やっぱ湿原だね。どうないかなと思う。結構ありますね、地頭が。お、すごいな。4号目です。5号目です。が、小手川が見えそうだね。あ、きついな。あれ正面じゃない？あの、奥の。ああいうなんか。はあ、熊沢の田代山頂が見えました。きついですね。まだまだ。着きました。いや、高い。日光市なんですね、あれは。熊沢田代と日内ヶ岳。いやー、素晴らしい。長岳手ごわいんだ。7号目。はあ、きついっす。ガルバの登山道です。というか、河原だね。あそこやっぱ道ないね。あ、違うのかな。やっぱね。違う地頭な。ねえ。ああ、一旦降りるぞ、ここは。いや。なんか9合目がやけに早い。来た、山頂。ほら、よし。ああ、見えた、ホテル沼が。ああ、日光市なのにも綺麗だ。素晴らしいね、この展望。あ、渋さん、渋さん、渋さん、お出の間は見えてんね。これじゃない。はい、手間のいいの山頂、まな板がクロス。
ガスちゃったよ、ね、ここからもう見えます。掃除法の谷部に来ました。一見湿原風です。あーちょっと上が山頂がガスってますね。ここを今下ってきました。こうしたね、南泰山。ここグーなんですよ。うん。まあ、ガスっちゃいました。いやガスが晴れました。素晴らしいところです。駐車場が見えています。ここは綺麗ですね。あ、素晴らしいね。あ、これは素晴らしい。うん。どうしよう、綺麗すぎる。何かが鳴いてる。何が鳴いてんだろう。至る所に木とは川みたいになってるね。結構泥沼があります。広沢田代広沢田代。うわここまででいいや。はあ。電気持ってよかったな。うわ、結構綺麗なとこなんですね。
いや、お疲れ様でした。